皆さんこんにちは、ウォッチ情熱応援団団長です。本日はこちらのブランド、オリスのご紹介です。1904年スイスヘルシュタインで創業。実用的に意味のあるものを作るという信条のもと、いわゆるミドルレンジと呼ばれる価格帯4000スイスフランまでをメインレンジとし、機械式時計を作り続けている時計メーカーです。かつては巨大コングロマリットに属しながらも、現在は独立、自由な発想で市場ニーズに応える機能的な時計作りを行っています。歴史あるスイスブランドの腕時計が欲しい、手が届く価格帯で本格的な高級機械式時計を手に入れたい、機能性に優れるハイスペックなスポーツウォッチが欲しい、メンテナンス性に優れ長く愛用できる腕時計が欲しい、そんな方におすすめのブランドです。ぜひ最後まで楽しんでいってください。それでは行ってみましょう。憧れの時計は遥かに遠く、故に私たちはどこまでも男の夢、紳士の癒し、理想の時計を身につけた理想の自分に出会える場所。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。はい、ではまずは創業データから見ていこうと思います。オリスの創業年は1904年、創業の場所はスイスヘルシュタインという場所になります。その時代背景、前と後に分けてお伝えしていきます。まずはオリス創業前の時代、19世紀後半。その時代は産業革命後の波が時計業界にも進出した時代です。需要の高まりに合わせ、世界中で多くの時計ブランドが誕生しました。この時代、時計の量産に最も強かったのはアメリカンブランド、タイメックス、ウォルサムなどが躍進。日本でも1881年にセイコーが誕生しています。そしてオリス創業の後の時代、20世紀初頭、その時代は腕時計の黎明期です。カルティエは世界初の市販腕時計サントスを発表。ロレックスは1905年の創業時より腕時計の製造をメインで行い、腕時計に必要な防水機能や自動巻き機構を完成させました。またハミルトンやパネライなど軍用ウォッチを手掛けるブランドも多く登場しました。まとめると、オリスが創業されたのは懐中時計全盛期から腕時計黎明期へと変わる頃。世界中の労働者たちが時計を必要とした時代、高まる需要に応えるために誕生したブランドの一つということになります。そして創業者はこちらのお二人です。ポール・カッティンとジョージ・クリスチャン。二人とも時計産業の町ブロックル出身の時計職人です。公式サイトにはこのように記されています。オリスはポール・カッティンとジョージ・クリスチャンによってスイスのヘルシュタインで創設されました。彼らはすでに閉鎖していたローナー&カンパニーの時計工場を買い取り、1904年6月1日にその地方の市長と契約を結びました。彼らは近くを流れる小川にちなんで社名をオリスと命名しました。オリス創業の地はバーゼルからほど近いヘルシュタインという場所。バーゼルは海へとつながるライン川が近くにあることで、工業地帯として発達していた地域です。ヘルシュタインはそのバーゼルから鉄道が敷かれており、物資の運搬が容易に行えるという利点がありました。創業者の2人はこの利点からヘルシュタインを創業の地に選んだそうです。そしてその選定は見事に当たり、1906年には2つ目の工場を設け、1911年には300人を超える従業員を抱える大企業へと成長していきました。そして創業時の理念ですが、公式サイトオリスをおすすめする5つの根拠というページにはこのように記されております。1904年以来、私たちはインダストリアルな時計作りの魂を守り続けており、実用的に意味あるものを作るという信条のもとに機械式時計を作っています。自分たちの仕事に信念を持ち、時流に流されることなく自分の流儀を貫く姿勢、 Go your own way を保っています。オリスが腕時計を作り始めたのは1920年代のこと。創業以来順調に成長を続けていたオリスは、1925年に懐中時計に取り付けるブレスレットの開発に成功します。1927年には小型ムーブメントの名手であり、スイスにおけるマニファクチュール自社一貫生産のパイオニア、ジャガールクルトの3代目当主ジャック・ダビドールクルトを社長に迎え入れ、時計製造のノウハウをさらに磨き上げていきました。オリスの作る作品はイギリスやイタリアでも人気を博したそうです。とこの時点ですでに地域最大級の企業になっていたオリス、しかしここから先の時代、ある障害に阻まれることに。1934年に制定されたスイス時計法という法律です。この法律、どういったものかというと、大まかには政府の許可なく新技術を導入することはできないとするもの。簡単に言うと、製造できるものや販売先に制限をかけることで、スイス国内の事業者同士を守り合うというものでした。これ最初は良かったんです。19世紀末から20世紀前半というのは世界中で時計メーカーが多く誕生した時代です。スイスの技術は海外へと流出し、他国の成長とともに自国が苦しくなるという図になっていました。
そしてそれを強めていたのは他でもない、スイスの一部の事業者たちだったんです。ということで政府による管理をしようじゃないかというふうになったわけですね。しかしこの法律によって新しい技術が生まれにくくなってしまったのも事実。多くの時計メーカーは過去の技術の中で時計作りを続けるしかなく、それはもはや維持ですらなく衰退であったと。スイス時計法がいかに新しいものを拒んだかわかるものがあります。それがスイス時計法が制定された1934年から撤廃された1966年の間に誕生した時計ブランドの数です。戦時中と重なったタイミングというのもあるんですが、この間に誕生したスイスの時計ブランドはコルムというブランドただ一つです。当然オリスにとってもスイス時計法の影響は大きかった。当時のオリスは時計の精度を司る心臓部、脱進機のレバーと呼ばれるパーツの設計が他に比べてまだ甘かったのですが、その改良が大きく遅れてしまったのです。公式サイトにはこのように、この法律は許可なしに新しいテクノロジーを時計会社が発表するのを妨げるものでした。この時点までオリスはこの法律が制定される前に新式のものを取り入れていた競合他社のレバーよりやや正確さに欠けると言われるピンレバー脱進機を使っていました。しかしそれでもオリスは歩みを止めず、スイス時計法の制定から4年後の1938年、独自の心臓部の開発製造に成功。同時期文字盤工場も新設し、制度以外のところの強化も前向きに行いました。この流れから誕生したのが今も続く人気シリーズ、パイロットウォッチビッグクラウンポインターデイトです。またその後の時代、第二次世界大戦中、スイスの貿易は激減し、オリスも例に漏れず苦境に陥ってしまいましたが、ここは8日間のパワーリザーブを持つアラームクロックの製造販売をすることで乗り切っています。そして終戦後1956年には自社初の自動巻き高精度ムーブメントを搭載した腕時計を発表。6時位置にスモールセコンド、12時位置にパワーリザーブインジケーターという配置は、2人の創業者が生まれ育った町ブロックルで盛んに作られた高精度船舶時計マリンクロノメーターのようなデザイン。これらの魅力的な作品により1960年代後半には世界で10本の指に入るほどの大きな時計製造会社へと成長。法律という制限の中において800人の従業員とともに年間120万本の時計を作る企業へと大躍進を遂げました。それからオリスというブランドを語る上で忘れてはいけないこと、それはスイス時計法の撤廃に直接関わったということです。公式サイトにはこのように記されています。ジェネラルマネージャーのオスカー・ヘルツォークはロルフ・ポートマンという若手の弁護士を雇うことに決めました。ロルフは最初の10年間スイス時計法の撤廃を求める活動に取り組み、1966年見事成功を勝ち取っています。ロルフはスイス時計法に対し産業を守るものではなく、逆に時計界の発展を妨げる悪法であるとズバリ言い放つと、新聞でのコラム投稿、政治家へ意見するなどその考えを広めていきました。当時盲目状態だったスイス時計業界に対し、目を覚ませ、これじゃ本当に終わるぞと言って回ったんですね。そして約10年の精力的な活動の末、1966年、法律撤回を勝ち取ったというわけです。恐ろしいのはこの後の時代、1970年代にはクォーツウォッチが登場したことです。機械式時計の需要が大きく落ち込んだタイミング、その時まだスイス時計法が残っていたとしたら、オリスのみならず多くの時計メーカーが消えていたかもしれません。オリスが法律撤回に動いたからこそ、スイス時計産業は今にまで受け継がれていると言っても過言ではないと思います。オリスは現在独立した時計ブランドとして活躍しています。1970年代のクォーツウォッチ全盛の時代は、オメガやロンジンとともにスウォッチグループの前身となるコングロマリット ASUAG に属していましたが、1982年に独立、現在の体制となりました。グループ内での制限から解放され、実用的に意味あるものを作るという心情をスイスの伝統的な機械式時計の製造のみにシフトすることで成し得たかったということなのでしょうね。ではオリスの哲学を体現した現行コレクション見ていきましょう。現行コレクションは全部で7ライン、ピックアップにて5つほど見ていきます。まずはこちら、1938年に発売されたオリスを代表する作品ビッグクラウン。その名の通りの大型リューズを採用したパイロットウォッチのシリーズ。針刺しタイプのカレンダーと視認性の高いアラビア数字が特徴。そして1965年に誕生した潜水時計のコレクション、ダイバーズ65。ヴィンテージなデザインを残しつつ、現代のテクノロジーを駆使した高性能なスポーツウォッチ。そして人気のスポーツウォッチアクイス。ブランド内でのエントリー価格からこだわりの新型ムーブメント搭載モデルまで、様々なバリエーションが展開されるモダンデザインの防水時計。そして
ブランドの新しいアイコンプロパイロット X、 ブレスレット、バックルにまで軽量で丈夫なチタンを使用した次世代のスポーツウォッチ、そしてビッグクラウンからの派生モデルプロパイロット、実用的なデザインをベースにより高機能でありより美しい時計であることを目指したコレクション。モダンなスタイルが街にも馴染む。どれも個性的であり、しかししっかりとスイスウォッチらしいオーセンティックなスタイルからは外れていないという実に巧みなデザインセンスを感じます。同じシリーズ内でも機能や価格が複数用意されている点も素晴らしい。私たちのニーズに寄り添ってくれている感じ、好感が持てます。時計のコレクションページと並列でムーブメントというページが用意されているのも面白い。オリスはもともと汎用機を用いた展開が多かったのですが、近年は独創性あふれる高機能なムーブメントを自社で開発・製造まで行っています。ムーブメントのページには現在10個の自社開発のムーブメントが紹介されており、オリスの技術力の高さを見ることができます。一つ代表的なものをご紹介しておきますと、こちらのキャリバー400、公式サイトより引用します。キャリバー400はオリスが生み出した自動巻きムーブメントの基準を刷新する全く新しいムーブメントです。5日間120時間パワーリザーブと高度な耐磁性を備え、推奨オーバーホール期間は10年ごとで、品質保証期間10年です。自動巻き5日間のパワーリザーブを有して直径を30ミリに収めているっていうのは優秀すぎます。それに10年保証というと、おそらく現段階では世界最長なのではなかろうか。さらにオリスの技術力、ムーブメントの開発だけにはとどまっていません。2023年には 4000m の防水性能を実現した新作ダイバーズウォッチアクイスプロ 4000M を発表。チタンケースに分厚いサファイアクリスタル風防、そしてプロの潜水士とともに開発した機構を備えた本格的なプロ用潜水時計。先ほどのキャリバー400を搭載しているため、これも10年保証の対象になります。それから2023年の新作には空用のプロフェッショナルモデル、プロパイロットアルティメーターも登場しています。超軽量なカーボンケースを用い、開発に3年を要した新型の高度計付きムーブメントキャリバー793を搭載。高度 6000m までの測定を精度高く行うことができるという優れもの。飛行中の不圧耐性に耐えるため10気圧の防水性能もあり、と2つとも相当なハイスペックモデルなんですが、価格はどちらも100万円以下です。チタンケースで 4000m 防水で10年保証で100万円以下、カーボンケースで機械式の 6000m 高度計がついて100万円以下、マジってなりますよね。実際ここまでの機能を使いこなせる環境にいる人は少ないと思いますが、オリスはそれを踏まえて実用的に意味あるものを作ると謳っているものと思います。現代において機械式時計に求められる実用性というのは単に機能のことではないですからね。現オリスの共同経営責任者ロルフ・スチューダー氏は JB プレスのインタビューでこのように話しています。私たちにとってここまでの品質の時計を届けられることは誇らしいことですが、一方でこの時計は現在の生活上必要なものではないんですよ。60万円支払っていただくというのは大変なことです。だからそのマネーに見合ったものである必要があるのです。時計ブランドとして人はお金を何にどう使うのかという問いへの回答がいると私は考えています。私たちの時計はあなたの笑顔のために買ってほしい。笑顔にはお金を払う価値があります。はい、といったところで本日はオリスというブランドについてお伝えしてきました。制限の中でも成長を続けた不屈の精神、そして今解き放たれたことで表現される真のオリスらしさ、どの時代においても人々を笑顔にするブランド、これからも心から楽しいと思える機械式時計次々に作ってくれることでしょう。ミドルレンジの腕時計、もっともっと盛り上げていただきたいですね。以上、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。